3月11日に都内で授賞式が行われる第45回日本アカデミー賞で各賞の優秀賞が先日発表されたが、そこに木村拓哉の名前がなかった。木村は昨年公開され興行収入約40億円を挙げたマスカレードナイトに主演。昨年12月には同作で報知映画賞の主演男優賞を受賞していた。映画業界関係者は、06年には武士の一分で日本アカデミー賞にノミネートされるも、所属するジャニーズ事務所の賞レースには参加しないという意向で辞退。以後、ノミネートすらされていなかったが、今作では選ばれてもおかしくないほどの好演。とはいえ、まだ辞退の件が尾を引いて選ばれないのかと思われていた、と語る。しかし、選ばれなかったのは、同省の事務局に対して、とんでもない要求をしていたからだったことを、発売中の週刊文春が報じている。同紙によると、同省の事務局がジャニーズ事務所に優秀主演男優賞を打診したところ、最優秀賞が取れるならば受ける、との回答が。事務局が確約できないと伝えると、それならば、と断ったというから、事実上のやらせを要求したようだ。映画担当記者は、キムタクの後輩にあたる元 V6 の岡田准一、嵐の二宮和也はすでに最優秀賞を獲得している。そのため、キムタクを出して、無冠で終わらせることはできなかったのだろう。しかし、事務局側としてもそこまでしてきてもらう価値はないと判断したのだろう。とんでもない要求で、今後も選ばれることはないかもしれない、と語る。もし、木村が優秀賞を受賞して出席していた場合、受賞式には、前回の最優秀主演男優賞を取った草なぎ剛もプレゼンターとして出席。元スマップの二人が顔を合わせれば話題になっただけに、木村には出席して欲しかったものだ。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。